走れ走れ、暑さと寒さに耐えて、走れ走れ走れ、最後の景色見るまで。ただ岡町に入ります。知らないですね。さっき堺市の後に高石市っていうのがあって、高石市もなんか知らなかったんですけど、岸和田市でございます。だんじりですね。相変わらずこの道は本当に走りやすいですね。なんかどっからか2車線ではなくなったんですけど、それでも路肩がずっと広くて走りやすいです。でしかも今すごい道が良くなって、ここは本当にいい道ですね。まあ、南に向かうと南海線の右側を、南海本線の右側を走ってれば、まあ、この道しかないので迷わず行けよ、行けば分かるさ感じですね。分かる人には分かるな。この飯どころ芋膳っていうのは結構どこにでもありますね。もうちょっと、もうちょいアートでいいんですよね。まだ休憩するには早くて、あと30分ぐらい。岸和田駅前通りの餃子の王将でお昼食べました。今時間が2時43分。さあ頑張って走りましょう。次はかな、山に入る手前ぐらいで休憩できれば。さっき見たら残り40キロぐらいでしたね。だ今日の行程の半分ぐらい、5時間で40キロか。まあ休憩入れてだから悪くはないっすね。足もだいぶ温まってきたと思うので、この後はペースが上がるはずはずなので頑張ります。お城の石垣、まあここ岸和田だから岸和田城の跡なんでしょうね。すごい立派。でもここ百名城入ってないですね。なんか他百名城入ってるところより全然こっちの方が立派。あれ天守閣、百名城入ってないよね確かね。すごいすごい。貝塚市に入りました。貝塚市はなんか聞いたことあるようなないような、何があるかって言われると困るけど。いやこの道走りやすいんですけど、新潟に負けず劣らずのずっと直線で飽きてきますね。まあ、だからといって交通量の多い方に行く気はないんですけど、まあずっと街中走るのは覚悟の上だったんですけど、特に拾うものもなく淡々と移動しているっていう、まあいつもそうかいつもでしたね。錦の浜、錦の浜ってジェットスキーの大会とかやるところですよね。水上オートバイの確か違ったかな。朝銀色のナナパフ着てたと思うんですけど、あれはどこぐらいだったかな、アベノハルカス過ぎたあたりで脱いでしまって、その代わりにこの陽軒のベストを着てそれで走ってます。3枚ですね、モンベルのウィンドテクトとこの青のフリースと陽軒のベスト着てます。で下は下着のパンツにワークマンの、クライミングパンツを履いてるだけです。で手袋もサンティックのこれだけですね。それでずっと走れているので向かい風の中とかも全然大丈夫です。で今日小田原駅で輪行袋持った人に会ったんですけどとか見たんですけど、その人も同じこのワークマンのパンツ履いてましたね。色違い、やっぱりいいんですね。で帽子はスポーツクルの冬用ので、まあ耳が隠せるやつですね。前面がウィンドシールドになってて、後頭部の方が熱が発散できるようになってるキャップです。この道ねやっぱりローディー多いですね。何回か抜かれたし
向かいからも来るし、みんなこの道で和歌山行くんですかね。この道のいいところは、隣に南海鉄道が走っているので、いつでも輪行で逃げられるという、それがいいところですね。で、まあ、いつか動画にまとめますけど、まあ、今日とか、まあ、いつもビンディングペダル使ってるんですが、ロングライドの時はなるべく両方とも外して、両足でこうやって信号は止まってた方がいいですね。片足だけだとやっぱバランスが悪いので、どっちの足も疲れます。で、信号ではめる方も右と左でできるだけ交互にやるように心がけてるんですが、僕は右はめっぱなしにして左を毎回突き外しする方が楽なので、どうしても右はつけっぱなしになっちゃいますね。両足外した後に先に左足をはめるのがすごい苦手です。まあ、ちょっとした疲れ止めですね。疲れ止め、疲労軽減策、はい。まあ、信号見てですね、もうすぐ変わるっていうんだったら外さないし、変わったばっかの時はなるべく外すようにしてます。臨空タウンの大きなホテルが見えてきましたね。田尻町に入ります。これは知らないですね。知らない町とかたくさんあるな。自転車に乗ってると勉強になるな、地理の。山が近くなってきましたね。和歌山と奈良との境の山ですかね。和歌山方面だけなのかな。本来こういう高いところであまり立ち止まりたくはないのですが、あそこがさっきの通り過ぎてきたところですね。あ、ここ南海線の車庫があるんですね。観覧車があんまりよく見えない。あの吊り橋って確か自転車が通れない吊り橋ですよね。泉南市に入ります。泉南市も聞いたことはあるな。まだ右行くと臨空タウンなんだ。多分逆光で見えないと思うんですけど、向かいに看板があって、和歌山が25キロ、三崎が13キロ。三崎って大阪の最後らへんの町ですよね。だ、三崎あたりで最後休憩して、いや、あと13キロはきついな、その手前だな。で、そこから12、3キロ走ってゴールですね。多分和歌山県庁前と港はほぼ同じぐらいの距離だと思うので、今時刻が3時57分、まあ4時、まあ、25キロ、だから2時間半、5時、6時、6時半ぐらい、ちょうどいいぐらいですね。7時のフェリーにのんびり別にする時間はなさそう。ちょっと買い出してフェリーの中で食べる感じかな、夕ご飯は。まあ時間次第で考えましょう。今日日没が5時ちょい前なので、4時50何分とかだったんですよね。まあ5時半ぐらいまでに和歌山県側山を抜けられたらラッキーですね。阪南市に入ります。泉南とか阪南とかいろいろあるんですね。いや、普段帽子かぶらないんですけど、冬はこの西日の時間が長いから、行く方面によっては本当帽子がないときついんですよね、逆光が。なんで普段ずっと下にニット帽をかぶってただけだったんですけど、ヘルメットの下に。今回急遽練習の時に何回もちょっと眩しい思いをしたので、冬用のつば付きのこのスポーツフルのキャップ買いました。買ってよかったです。ちょっと高かったけど。今阪南箱作店セブンイレブンのというところで休憩してます。ちょうど初めて海が見え始めて、対岸に淡路島なのかな、かなんかが見えてますね。で、もうちょっとすると、山越えのルートに入る感じですね。なんで和歌山の、その大阪と和歌山の、府県境
のところに入る手前の最後のこれが休憩になります。でここまでがなかなかのペースで走ってきてまして、今6時間47分で61キロまで進んだので、さっきお昼休憩から1時間47分まあもう休憩して15分ぐらい経っているので、まあ、1時間半で20キロぐらい進んできた感じですかね。5時間で40キロか、かなりカメラのないところ喋ってかなりいいペースで走ってこれました。で今4時半だからもうすぐで日没ですね。もうちょっと休憩して走り始めます。体冷えちゃうとまたペース落ちちゃうので、61キロだからあと20キロぐらいですね、まあ、最後多分10キロぐらいは和歌山じゃないですかね、降りてから。そんなことないか、5キロぐらい分かんないや、なんかあんまりそういう詳しいの調べるとちょっとメンタルやられちゃうんで適当に曖昧に、まあただゴールまではあと20キロぐらいです。頑張ります。体調もいいし、膝とかそういうのも全然、お尻も首も問題ないです。ドロドロ走ってたんで、楽しいですね、サイクリング。疲れてるけど楽しい。なんなんすかね、この面白さは。わかんねえな。よくわかんないけど楽しい。海の広さに叫び出す、青い空に深呼吸。みんなで一緒に乗り越えて、いつも笑って壊すハイファイブ。坂道、砂利道、獣道。どうでも吐かずになんのその。みんなで一緒に乗り越えて、最後は笑ってハイファイブ。